花尾弥郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金田義郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。先週はですね、大体ほとんど僕福島の須賀川におりましたけどもですね、楽しい日々を過ごさせていただきました。まずはぷかぷかの金曜ライブから僕行ったんですね。先週ラジオが終わって金曜ライブから行って、その翌日は、きゅうり天皇祭ということでですね、野外のライブでしたね、街中コンサート、その日の後に、プカプカでライブということでですね、アコースティックタウンプカプカというところに行ってまいりました。はい、その翌日は天栄村ですね、楽しい、お世話になりました。クラライブですよね、ということでね、お世話になりましたけども、はい、おなじみ高橋真子さん、どうもどうもこんにちは、よろしく、よろしくお願いします。 T シャツ着てるじゃないですか、それそうそう、これプカプカの金ちゃんにもらったそれ赤に似合うんだよね、それ似合う人あんまりいないよ、いないと思うね。あとねこれもねいいでしょ、これ、あ、それは、あ、水野さんにねもらったんだけど、水野さんね、やっぱりスカーガーのこれ、はいはい、ギターをギターのイメージだったんだね、それね。俺ちょっと分かんなくて最初、俺たちはね、あの今日ちょっと持ってきてね、また後日持ってきますけども、音楽魂10周年おめでとうっていうね、うちわを作っていただきましてですね、あのいつもねいろんなあの方たちからですね、思いがですね、あの伝わってくる福島でございましたが、はい、高橋真子さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。松下利美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、いかがでしたか、旅の疲れありますか。旅の疲れはないですね、もうね、もう、うん、私たちはちょっと早く帰ってきたんで、あ、ね、真子さんすぐ次の日ライブでね、そうですよね、私も次の日かな、うんうん、僕はちょっとね、遊んできたというかね、ちょっと一応、ね、まあ、温泉も入ってきましたけどですね、楽しい1週間でございました。今日も、ゲストなくですね、今日は、金玉と言いますけどもですね、はい、お便りからご紹介いたしますか。はい、僕の方からご紹介しましょう。金尾義郎さんの揚げ線 FM 音中ということで、はい、皆様こんにちは。辛いことや悲しいことそれぞれに引きずりながら前に進みましょうねっていうね、チャーリー佐藤さん珍しくね、やっぱりいろいろ辛いことや悲しいことがあったみたいですね。実は僕知ってます。そうですか。今日ね15万円来ました。お15万、これは金入ったね、佐藤さん、チャーリー佐藤さん、あ、今日はもう、ね、いつも5000円とかの世界ですけど、ね、15万円来ましたよ。まあね、辛いこと悲しいことの後にね、あっても15万円来るんですよね、うん、なんか今日なんか急に会いたくなっちゃったねえ、なんかね、あの15万円来ま金持ってんのみたいな、15万円も入ってたらちょっとびっくりするよ ね、これまだ貸してない、なんかね銀行に押し入ったかなと思っちゃう。ボーナスじゃない。あ、そういうこともありましょうね。実はね、チャーリー佐藤さんというのはあの顔をご存知の方はあの分かりますけどもですね、ああいういかつい顔してね、リス飼ってんの、リス、リスを飼ってんのよ。リスを飼ってるの。あの男がリス飼うって思えないでしょそれがね残念ながら昨日亡くなっちゃった。そうなんだ、またそれは辛かったね。だからね2匹目じゃない、やっぱそうそうそう、最初のダメなのかな、最初のリスは、そうそう、なんか預けてて亡くなったとか言ってたけど、あの誰か子供がフライドポテトかなんかあげちゃったんだね、それで亡くなっちゃったね、油がなんか、そう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 、結構デリケートなのかね、リス。なんかね、もう懐いてきた頃だったみたいよ。ああ、かわいそうだね、昨日亡くなって、電話口で泣いてたもの。あ、そう。ごめんなさい。あのいかつい顔の。笑っちゃいけないけど。よね。本当ね、あのご冥福をお祈りしたいと思います。ご冥福っていうあれのもないね。でも。いやでもね、ペットはね。っていうかやっぱ動物でもね飼っちゃうとね、そうそう、人間と同じだよね、うんうん、だから、ね、うん、そうそう、あのやっぱ情報移るだろうしね、あ、それが悲しい、ね、そうですよ、はい、だから
ということでね来ておりますけども、はい、いかがでしょうか、松下さんのありますか、はい、博多のミキさんからいただきました、うん、皆さんこんにちは、はい、今日も暑いですね、うん、はい、第二のふるさと広島への里帰りツアー、うん、お楽しみさまでした。ありがとうございます。やっぱり表情も違いますね、愛にあふれた最高に良い雰囲気の写真からも充実していたことが伺われました、うん、今日も金玉ですね。いつも通りの楽しさを味わえますね。そういえば前にとしみさんが上海クラブを歌われていましたが、うん、素敵でした。残念ながら木曜日の午後2時15分からの30分の頃の動画は残っていないので、うん、今度はジプシーも聞きたいです。ありがとうございます。あ、ま、だジプシーね、ジプシー、うん、今度ちょっとやってみようか、うん、ね、どんな歌なの、そのちょっと歌ってみ、ジプシージプそれちょっと歌になってないよ今の、最後どんな感じの、ジプシーっていう歌ですね。ジプシージプシー、人生のジプシーになったというなんかね難しいと思うこれ結構。あ、本当、そう、うん、あの結構ねアコースティックバージョンとかできないの、うん、その当時はやっぱ派手で行ったんでしょ、派手派手、それシングルだったもんね。 そうですね、これあのアコースティックバージョンとかでは全然歌ったことないですね。本当いいんじゃない、はい、それも、でも結構、うん、結構この歌疲れるんですよなんか疲れる、同じねちょっと高いところがこう続くの、ここにあのねアイドルの方とかよく言うよね、あの高いほらキーがちょっと高いのね、あの年齢を経てきたらカレーにちょっとほらキーが下がっちゃってするじゃない、だからあの小田泰子さんとかあのもうやっぱり言ってたもん、そう泰子ちゃんはまああれだけども、ま、なんかあの誰だっけ、ゆりかちゃんとかもね、うん、高いとこばっかり出る曲とかあるわけじゃん、その当時はガンガンいけたんだけど、うん、ある程度の年齢になるとほらもうちょっときついとかってねそこまでじゃないけどね、うん、この曲はね大体、なんだかなし崩し的にリクエストになってしまいましたが、うん、ちょいと悲しい出来事があったんで、はい、まだみんな結構悲しいことあるんだ ね、 悲しいね、暗いことは言いたくないものでご容赦くださいませ、はい、そうかそうかそうか、うん、いろいろあったの ね、 あ、そうだ ね、 そうだね、かなおさんには言う、うん、道あたり道あたり道あたりっていうのがいいかな、 なんか面白いね、うん、あの、ま、誠さんにはハローオールドフレンドが聞きたいですが、いつも通り何でも OK です、はい、PS この暑さの中災害復旧活動されている方々もいらっしゃいますね、うん、そうですね、皆さんもちょっと異常なこの暑さを甘く見ることなく体調に気をつけて頑張ってください、はい、ありがとうございます。本当に異常な暑さ、うん、そうですね、40度って40度尋常じゃないでした、ね、体温より高いってことよね、息ずっとなんか ね、お湯に浸かってる感じ、そうそうそう、だから息がさ、ね、熱いわけだから、うん、僕なんかね熱風を吸い込んでる、どっちかというとその、まこちゃんもそうかもしれないけどそのクーラーにあまり慣れてないので、うん、そのもう 10年ぐらいクーラー使ってない生活してるんですよね、はいはい、だからね、信じられない信じられない、原始人みたいに言わないでよ、うちクーラーないよ本当に、いや、ねえ、いやだからね、そうするとね、でも涼しいところ、からそうそう、水撒いたりとか、あの水かぶ浴びたりとか、ね、水浴びればいいんだよ、そうそうそう、浴びたりするっていうのに慣れてるからあれだけど、さっき喫茶店の中入ったらもう寒くてさ、聞きすぎて、ここ寒そうになるよね、ねあれさ慣れすぎてんだよ、いや電車も寒いしさ、うん、だからもう過ぎだよ、いやでもねすっごい暑い時はさ、もう東京に越してきても街中が暑いじゃん、うん、で横浜の頃は、まあ、緑があったから、うん、風がこう抜けたり、ね、うん、よかったんだけど、もう我慢できない時はやっぱり銀行に飛び込むからね、でももう快適、電車ももう快適よ、快適じゃないですか、うん、いや、 やっぱりいいでしょ、その時はよ、でもあんまり冷えすぎるとね、うん、松下さん、じゃあ行こうか、リバーサイド行きましょう、私から、うん、私から行きましょうよ、そう、うん、割とね、どうでしょうかね、なんか乱暴だな川が流れてて、もう入るの、まだね、ちょっとまだです、入って言ってから入って、今ちょっとどうしようかな、ウォーミングアップしてたんだから、こういうね生放送行きましょうか、ね、いきなりだからすいません、僕のね、作った歌で、そうですね、リバーサイドマイホームタウン、今日松下としみ子歌いましょう、はい、ジャスラックの人聞いてるかな川が流れてる
ス行き交う人の中に幻を見たんだ後ろ姿優しいあの人は今はない松下俊美が歌いました、リバーサイドマイホームタウンというね、ふるさとのお祭りがありましょうか松下俊美さん。あ、毎年ありますね四万十川祭りっていうの、ね、四万十川祭りでだんだん呼ばれなくなりました呼ばれてた呼ばれて最初ねものすごいギャラでね、うん、そうなんだ。いやすごいらしかったね最初ね最初ね、うん、最初最初私帰りたくなかったっけまだね、うん、出たばっかりで四万十川祭りそうそう、はい、ふるさとってそんなもうダイソーに帰れないまだね、はい、ひよっこの時だったんで、うんうん、断るつもりで、うん、
ギャラを高めに言ったの、はあ、ほうほう、あ、断るつもりでギャラを高めに言う、うん、そしたらそれでも帰ってきて、それでも言われちゃって、うん、どうしよう、ね、その時誰か他の人より買ったらしいじゃない、うん、ギャラの大月みやこさんが次の年、大月みやこよりもギャラ高かったっていうね松下としみでございますけど、ね、すいませんね皆さんありがとう苦しかったので確かにそういうアコギなことやってんの、いやいやいや、そうでもないけどね、うん、まあそんな高いって言ってもそんな大したことはないですよ、はいはい、交通費が出て、うん、宿泊費が出て、はいはいはい、まあね、うん、それだから普通のことですよ、まあ、普通今はそういうのが少ないけどね、まあ、そうだ ね、 ね、昔はね、でもその時リバーサイドを歌ってくれたらしいね、いつか、え、ま、あ、それはもう最近の話ですね、最近も書いたの、最近は何年か前でしたね、2年前、あ、そうなんですか、2年前でしたね、リバーサイドその時はね、うん、もしか帰ってきていたら歌ってくださいっていう、うん、だんだん変わって、だんだん向こうもいたらいたらっていうね、向こうも手を使ってんだねついでについでに、そういう、そう言われたらほら帰んなきゃいけないかなと思って帰りましたよ、お盆の高い時期にいい、ね、あ、そうなんだ、まあ、ありがたいことですよ、そう言っていただける間はね、リバーサイドの時は何、あの歌詞変えたの、ちょっと四万十川に変えました、四万十のそうそうそう流れに住む、うん、あ、いいよ、それも変えられるね、変えさせていただきました、山は、山はね、山ないんですよ、山名前が分かんないから山はそのまんまにした、あ、その福知っていう、福知の山、福知山っていう、僕がまあ作った時は宿坊に福知山っていうのがあって、音楽川っていうの、うん、まあ、それをこう入れたんだけども、石津地さんっていうのがあるけどちょっとこうはまらないんで、石土、石の土、ほうほうほう、金土の土という、石土っていうのはなかなか、あの歌の歌詞はちょっと石土さんって言いづらいじゃないですか、うん、ね、石土の、うん、石、ちょっと言いにくいかも、ね、まあ、でも全国に川と山はあるんで、ね、いろいろ歌っていただければですね、あの須賀川もあるからね、そうそう、須賀川のね、やっぱりあの森さんとかもね、あの すごく気に、この歌を気に入っていただいてね、森プカっていうあの個人の蔵でこの間ライブをやらせていただきましたけどもね、しかしあの辺は蔵を持ってる人が多いね、多いね、うん、蔵のね、うんうん、町の中でもすごい白川村の素敵な蔵の、うんうんうん、お店がたくさんあって、そう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 、だ結構あの風とかも入りやすくなってるんだね、あれ作り方でね、昔のお家がね、そう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 、だから夏でもね、あので、水はほら井戸水で冷たいじゃない、だ気持ちがいいしね、あの自然にこう即して生きてらっしゃる、なんかやっぱりね、昔の城下町って感じがするね、うんうんうん、なんかしっくりと、皆さんお上品ですよ、お上品、お上品な人が多い ね、 そうですね、なんか顔も殿様じゃないの、うん、この人昔みたいなすごいよ、金ちゃんとか殿様顔でしょ、うん、殿様顔って女の子、私いつも思うの、それであの帽子を取るとザビエルさんなんだけど、何それ、それちょっと放送で言っ、もう言ったらってもう言っちゃったんですよね、いやいや、愛があるからね、愛が溢れてるから言ってる、うん、でもね、僕はできるだけあの須賀川とかに行った時は郡山 の、 あのミュージシャンの、ね、方とかっていろいろね、須賀川のしんちゃんとか、あの郡山からアッキーとかね、ゆくちゃんとか来てくれてね、本当にね、懐かしかったし、なんていうかな、あったかい、ライブができました、ね、あと地元にね、ひろくんとかね、りょうたくんとかもいるし、みんな大体僕の歌も知っててくれてね、そうですね、そういう、だからね、来年から年に、ね、2回勝手に決めていいの、夏と冬はちょっとあれして、うん、春と秋にします春と秋、そうそうそう、いい時期に行きたい、でも定番にしますってラジオで勝手に決めたら怒られるだろう、まあ、一応ねだから、でも森プカ初めてだったねこの前はね、どうでした、田園村の印象は、ね、ああいうところに人が集まるって思えないでしょ、すごいよね、そうそう、もう本当田んぼの、ね、中で、うん、その自然の中だから、うん、普通の人はもう車しか来れない、うん、そうだね、まあね、でもそこにね、もう40人くらいもう来てたもん、集まりましたね、びっくりしたよね、うん、そういえば昨日ね、石井幹事と一緒だったんだけど、うんうん、だから森プカ今度行くっつってたよ、そう11月でしょ、うん、あ、もうやるの、うん、本当、うん、
根回しが早いね。根回し早いね。根回し早いって。あ、そう。またかんちゃんとあのグリコ誘ってちょっと行こうかなと思ってる。大間、うん、大間は行かないの。大間も行ってもいいですね。だから青森行ってまた戻ってきてもいい。青森市ね。ね、うん、いいね。恒例の東北ツアー。11月ぐらいに。11月寒いんじゃないの。いや結構ね、でもね、いろいろ向こうもスケジュール入ってるみたいでね、なかなかね、あのあれなんですけど、またね、よろしくお願いいたします。ということで、なんか俺自分がもう歌ったような気分になってんだけど。いや歌ってないよ、まだ 誰も歌ってません。自分の歌だったからね。自分の曲だもん。なんかこう自分が歌ったような。何やりますか。あ、俺ね、これデビュー、これやんの、うん、アルバムの中に入っていた曲をやりましょうか。ラストタイムブルース、金の城でお届けしましょう。金目白でお届けしました、はい、ラストタイムブルース。いいねこれね。お前の匂いの染みたスカーフ、スカーフでよかったね。スカーフでよかったね。パンティーだったらね。それ蓮見くんとやりすぎなんじゃないの。そう、あの辺好きなのはね、あの辺が好きだみたいな。匂いの染みたパンティー借りてくよ。そうそう、いいな。それはちょっとあれでしょう。替え歌で歌って。替え歌で。替え歌でやろうかな俺。やった方がいい。路上で。ね、路上で。ということでね、それでもさ、それ加納さんの作詞じゃなくてこれ山
そう、これはね、山川圭介さん。君じゃないんだ。うん、これはね、山川圭介さんと、僕と共作みたいなのがありましたね。これ最初の頃は、山川圭介さんといえば、ね、時間よ止まれ、うん、魔女たちのララバイ、うん、そうですね、うん、そういう曲を書いた。ジャスラックの日。ジャスラックの日。でしたけどもですね、ジャスラックの日って何だよ。なんかそういうのあるちょっとわけわかんないんだけど、そう最初の頃はね、だからね、僕がつけた詩に山川さんが手直ししていただいて、ということでねやりましたけど、その当時はあのあれですよね、あの山川さん今お元気だとは思うんですけども、なかなかね皆さんね、あのまあ、昔活躍してた。おいくつ？昔活躍して。そうそう、まああのヒット曲は結構あったからね。そうそう。だって有名ですもんね。ね、山川、うん、山川さんの詩が僕好きだったのよ。それでちょっと山川さんにあのお会いしていろいろ話した時の ね, ねあれですよね。ということでね、あの高橋真子さんじゃあいかがでしょうか。待たせしました。お待たせしました。高橋真子さん。全然待たないですけど。どうしようかな。タイトルを知って。え、何？それ日本語タイトルなの。これ？うん、それ歌う。あ、むくりこくりの雲っていう、うん、これね、あの岩渕さんって翔平くんって言ってるんですけど、今度ね、うん、次の日曜日か、あの7月22日かな、あの佐古大輔さんと一緒にやるんですけど、その時それを、うん、あの企画してくれたのが翔平くんで、うん、で、南浦和のね宮内家というライブハウスで佐古大輔さんで翔平くんももちろん一緒にやりますけど、ほうほう、うん、それでこれはね、うん、ずいぶん前にこの詩をもらったんですよ。で、うん、彼はどういう風にやってるのかちょっと分かんないんですけど、書いた詩を、うん、まこっちゃんがなんか曲を、曲をね、曲はな、彼は彼なりの曲で多分違う曲であるの、うん、違う曲でやってるのかもしれない。で、これってで俺聞いてて、うん、あの、あ、これあの I shall be released で、うん、すごくぴったり合うなと思うんで、うん、思って、それで歌う、それでちょっとやってみて、あ、ちょっとやってみて、やってみましょうか、はい、むくりこくりの雲という、はい、これはまあ原爆ですね、うん、なかったよね。君の描いてた人生は笑顔ばかりの日々じゃなかったけど、夢と希望だけはあったよね。あの日の黒い雨で出したその時まで、黒い雨に打たれて世界の全てが変わってしまった。貧しい光の中は一瞬に消えてしまった人、灼熱と痛みに包まれて永遠の世界へと旅立った人、湧き上がったあの雲にどんな意味があったのか、人間の愚かさが世界を変えてしまったのさ。あの日、あの時、あの場所でむくりこくりの雲を見た。でもその時はまだまだだ。その後の苦しみ知らずにいた。あの日の黒い雨で
したその時から黒い雨に打たれて世界の全てが変わってしまった。むくりこくりのキノコ雲、降り続く黒い雨、むくりこくりのキノコ雲、降り続く黒い雨、むくりこくりのキノコ雲、人の愚かさを思い知らせろ。むくりこくりのキノコ雲、人の愚かさを思い知らせろ。はい、こんな感じですね。ということでしたね。ぴったりハマってるね。ハマってるよね、これね。もともとなんかこういう歌をね、うん、あのメロディーと、うん、メロディーと詩がさ、うん、きっちりハマるというのはなかなか難しいよね。ですね。でもきっと全然変えないでハマっちゃったんだ、うん、すごいですね、うん、多分翔平もこれこれをイメージして作ったのかな。そのイメージして作ったんだと思う、ね、あの語呂が合うように言葉がきっちり、あの、なってるんじゃないの、うん。だ全然手紙のような曲だったらね、詩だったらさ、うん、ね、なかなか難しいよね。ああ、だからきっちりハマるように五七五とかね、うん、そういう感じでね入ってるんだと思いますけどもですね、うん、ということで、マキさんなんか歌いますか。いやいや、じゃあミキさんのリクエスト、いやいや、ちょっと決めといて。いやいやじゃない、いやいやじゃありませんよ、マキさん。何やの、何やの。山田さんがもうね、笑ってますけど、なんか、もう仕事終わった顔してましたね、私ね。何何ダメですよ、もう私の仕事終わりました。終わりました、一曲、うん、チャルメラでもやりますか。いやいやいや、もうチャルメラやったっけ。やった、この前、先週。あ、この前やったっけ、ね、やったっけ。やりました。そっか、あれ、あの、じゃあちょっと告知をしていいですか。いいですよ、忘れちゃうから、はい、う7月26日、はい、赤坂フラットンカンティーナ、はいはいはい、もうすぐですよ、もうすぐ、もうすぐです ね、来てください。木曜日7月26日、赤坂フラットンカンティーナ、フラットンカンティーナです。これは、あれですね、ごぼう鈴木さんとドラムですね、はいはい、ベースは、赤井君、赤井小次郎君、はい、で、ギターがあのウォッカの渡辺拓司君ですね、はい、で、金尾義郎、松下俊美ということね、はい、この日はね、あの、オープニングアクトあります。レニーウッドのミッキーさん、ミッキーさんのね、ちょっと関係のバンドみたいな。ミッキーさんじゃなくてね、はい、はいはい、あとほら、うん、今度ほらパンチョマンのお誘いで、パンチョマンがね、8月のあれ4日、5日だっけ、じゃないですか、うん、5日、あそこ、カボスでしたっけ。カボスですね、鴨居にあるカボス、カボスね。そう、それも昨日カンちゃんと話してて、ね、なんか不思議だね、対バンで出るっていうの、ね、マコってこの向こう振りじゃなくてなんだ、どう、あ、そうなんだ、うんうん、マコカンってやってるからさ、昨日それで、あ、あの、池尻大橋だったのね、本当、うんうん、3人でしょ、今度は、なんかね、石井寛司さんのバンドはどういうあれなの、アコースティック探偵、あ、はいはいはい、なんか見た、うん、いいな、キーボードとパーカッションとカンちゃんと、うん、あ、女性はいないんだ。いない。お、珍しい、珍しいね。珍しいね、ユニット。で、なんか、その時にみんなでセッションやるとか言う、それめんどくさいからやめようよとか言ってまあね、それぞれがまあやればいいんだけど、課題曲があるんだよね、もういいじゃん、そんなにやんなくてとか言って、ね、まあそういう感じで、あとその次の日がね、あの、この3人で、音楽魂の3人で、8月結構やるよね。そうそう、やっぱそんなんで僕はないですけど、え、だってあと8月6日か、6日、それはクラブドクターですね。南林間もあるじゃん。あ、南林間あったね、8月のね、11、11、11、
南林間ですね、うん、ハイダウェイ、ハイダウェイ、それはバンドで行きますね、はい、やります、高橋誠さんギターの、うん、8月の6日はクラブドクター、クラブドクター、クラブドクターはね、アコースティックバージョン、荻窪のクラブドクターなんですけど、うん、これは宇宙海さん、うん、ね、一緒に、そう、一緒に、お前水曜日にうっちゃんに会ってそれ言ったら、うん、え、何それとか言ってたよ。うっちゃんが知らなかったりなんかして、知らなかったみたい、あんまり聞いてなかったりなんかするかもしれないな、これな。まあいいけど、LINE が来てるし、おかしいよ、大丈夫です、ということで、道を行きましょうか。ミキさんのリクエストをお答えしましょう、はい、thank you。
はい、加納由志郎道という歌をお届けしました。はい、ということでね、はい、ミキさんの博多のミキさんのリクエストにお答えいたしました。はい、はい、ということで、お便りはもうあれですか、よろしくございましょうか。お便りはよろしくございますね。はい、そうですか。はい、ということでですね、という何かあるの今日、うん、なんかまこちゃんあれフライヤー出してるこれね、9月1日に、ね、うん、あの渋谷の、うん、あの毎度お気に入っていう、はいはいはい、前やったじゃない、前やった ね、 ね、うん、そこであの今度はすみさんとやるんですよ。本当、うん、そうかそうか、頑張ってください。はい、さらに、ね、あのしばらく会ってないね、みゆきさんともね。そう、うん、今ね、ちょっとご無沙汰しちゃっててね、お芝居、うん、お芝居中なんだね。中なんだ。そうそう、明治座でね、明治座でね、あのお芝居中ですね。今夜はね、あの、うん、品川のトライベッカっていう、品川駅ビルの中にあるトライベッカっていうね、レストランで、あのエレック・クラプトンナイトありますのでね、クラプトン。久しぶりじゃないの、そのトライベッカって。あんまり、いや俺毎ほとんど毎月っていうか、あ、毎月やってるの。やってるね。私一回行ったことあるね。それどういうバンド編成になるの？それはレイニー加藤さんがママスで、うん、あ、そうなんだ、うん、へーへーへー。あと今日は誰なのか、行くまでメンバーよくわかんないんだよね、うん、そうなんだ決まってない。それがすぐできるっていうのはすごいね、ほう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 、というね、感じになりますけども、はい、あの連日連夜、まこちゃんでも、うん、疲れがあんまり出ない？そんな、俺ね、疲れない。ね、うん、なんかそのあれだよね、タフだよね。あんまあの、うん、暑がったり寒がったりしないでしょ。うん、ね、冬も T シャツだしね、うん、夏もそんなにその暑がって言わない。瞑想とかいろいろやってるんじゃん。体を鍛えてる。裸を見たよ、背中を。裸を見ました。素晴らしい、美しい背中。背中が健康骨。背中の肩甲骨が美しい。あ、肩甲骨って出なくなるんだ。俺最近出ないのあんまり。天使の羽のところ。それで健康なのかな？肩甲骨を。そうそう。いや、肩甲骨を動かすといいらしいよね。そうそうそう。もうすごい動かす。羽。うん、背中が丸くなるじゃん、だんだん。あ、そうなんだ。お年寄りって丸いでしょ。あんまりこう、出てる人いないでしょ。だそこからこうなるんだって。だから大事なんだよ、背中は。背中ね、そう、俺もう本当にね、っちゃうから背中に人生が、そうそう、男の背中誠の背中って感じ。誠の背中っていうね、あの歌作りますか誠の背中、ね、でもなんか須賀川夏、なんかいい居心地よかったね。そう、なんかね、いたらね、いつ行ってもいいね、のんびりしちゃう、ね、いたらね、もう帰りたくなくなるのよ、うん、なんか俺もあんまり帰りたくなかった。何回連れてってもらったとこすごいいいとこでさ、ね、ホラーの、ああ、ホラー和田大仏だけど、うん、その横穴の古墳、そうそう、古墳だよね、あれね、だけどさ、雑に置いてるよね、うん、あんまり観光しないでさ、なんかね、地元の人もそんなに行かないみたいですね。まあ言ったじゃない、菊江さん連れてロンドンから乗って、ああそう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 、私びっくりした最初見た時、うん、なんでこんなところにこんなのがあるのって感じだよね。俺そこで自分の横穴を見つけてきましたから、横穴あそこになんかね寝泊まりしてる人がいたらしいよ昔。 あそこいい、気持ちよかったよ、ね、入ってみたら、ね、ひんやりするね、うん、いやだから人があんまり来てないんだけど、ああいうとこってね、ああいうこう歴史的なね、うん、ものって古墳とかああいうのってね、うん、もうちょっと宣伝すればいいと、まあ、あんまり人が来ない方がいいのか、あんまり人が来ない方がいい、来ない方がいいんだね、しない方がいい、したら行かなくなるね。でもああいうところがあるっていうのはね、松尾芭蕉もあそこも歩いたらしいからね、あ、そういうところがあるっていうことはね、あの、ね、松尾芭蕉もほら、ね、長居をしたっていうついついね、うん、長居分かる気がする、ね、金の城も長居をしたついつい長居をしたくなるの長居じゃなくて、長居をした、ね、で昨日それで轟渓谷の方また行ったんだけど、轟不動のその渓谷沿いの上にもやっぱり横穴古墳があるんですよ ね、 あ、 ね、あ、そうなんだ、うん、あそこの神社っていうかお寺さん神社あるよね、やっぱそういうのが全国的にあるのかな、うん、あるよね。だからなんかこうその自然のままに残ってるものとかね、あそこもなんかひんやりしてさ、なんか感じるよね、そうそうパワー、んどこ、なんとなく轟不動、なんとなくね、
あのそう神秘的な感じがする。あそこあの滝行する場所があるんです。あ、行する場所があるの？うん、もちろんもちろん。それで俺そこに今度入会してきた。入会するの？滝行する。入会がいるの？それ見に行くかじゃあ滝行、まあ、いろいろするよね。それはさ、夏だったらみんないいけど冬がいいんだよ。冬なの、うん、あ夏だったらただのさ、ね、そりゃ行になんないじゃん。気持ちがいいだけじゃん、まあ、何の行にもなんない。単に気持ちいいだけね。夏の行だったらもうストーブ渡るとかさ冬に水に打たれるのがいいじゃん。それがいいんだ。それがいいんだよ冬に、うん、入会してきたのね。夏当たったって普通だよな。いろいろ鍛え方があるからね。すごい。そうそう、やいろいろやっぱりそうやってね。ついにそこへ、ついに滝行に滝行まで来たか。別名ができてるんじゃないなって名前を改名したりしてね。そう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 、ね、あそう、それができるかもね、真帆ちゃんね。もう高橋教みたいなのが高橋教、ということでね、なんか元気のいいやつやりたい、ね、元気のいいやつやりたい、ね、暑いからね。あれ不良中年、不良中年行きますか、行きましょうか、ね、不良中年行く。じゃあ、ということでね、あの今日一番あのショックなね、さあのリスが、ね、あ死んじゃってショックな、ね、あの佐藤さん、ね、チャーリー佐藤さんに元気お送りしましょう。元気になってほしいと思います。不良中年の、はいはい、ぴったりの曲をお届けしましょう、はい、行きますよ、はい、ワン、ツー、スリー。
危ないね。ね、危ないな、危ない、あのね、放送になってまいりましたけどもですね、まあ、この放送はダイレクト映像とね、はい、オンエア音源の映像がありますのでですね、はいはい、またYouTube の URL 入れますのでですね、皆さんね、お楽しみいただきたいと思います。生放送なかなかねお聞きになれない方とかね、いらっしゃいますけどもですね、来週のゲストね、まず最初にご紹介していきましょう。来週はね、こてっちゃん、ハープのね、ブルースハーモニカのこてっちゃんと小野愛香さんね、はい、初めてです。愛香ちゃん、ね、まあ、ブルースギターね、いいですね。いろいろね、僕ね、プロフィール昨日送ってもらってね、今度宣伝しますけども、プロフィールをね見てたらね、僕の知り合いとなんかね、一緒にバンド組んでたりとか、そうなん、まあ、もちろんシカゴに行って、向こうに渡ってブルースをいろんな方と共演したとかあるんだけどもね、もう亡くなったね、古澤隆二郎さんって僕、飲み友達で、あ、そうなんだ、そう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 、一緒にね、ねっていうバンドの中にいたんだって、はいはい、そうそうそう、そういうねこともね、いろいろね、びっくりしましたけどですね、小鉄さんと、はい、小野愛香さんですね、はい、来週のゲストをお楽しみいただきたいと思いますが、はい、ちょっと時間ありますが、はい、なんか告知かなんかそれがありますか。スカガの思い出話しましょうよ。なんかあったスカガの思い出、スカガの思い出、スカガの思い出、祖父さんが作ってくれた、ブルーベリーの、あ、ブルーベリー、あ、ブルーベリー、取れたてブルーベリーのね、マンゴーのね、美味しかったね、やっぱ取れたてはうまいよね、美味しい、わさびとかでも美味しいしね、わさびもね、持って帰ってきて食べた、うん、はい、食べた、食べた、残りをね、きゅうり、きゅうり、きゅうり、なんだっけ、きゅうり、きゅうり、きゅうり、そば、きゅうりうどん、きゅうり天皇っていう、なんかきゅうりの入ったそうめんだけど、きゅうり麺、きゅうり麺、うん、きゅうり麺っていうのもあるんだね、きゅうりの、なんだろう、汁だけで練り込んだ、へぇ、そうなんだ、うどんとかね、ラーメンとか、うどんもあるの、うどんとラーメンあるね、名産ですって、きゅうりはね。で、須賀川の町っていうのはね、やっぱり被災、うん、ああいう震災の時にね、地震の震度が一番高かったの、うん、そうなんだ、そう、一番高かったので、東海の地区なのね、うん、東海した建物たくさん、うん、あったんだけども、ね、ほら流されることはなくね、うん、でも震度一番大きくてね、今ね、町づくりもね、すごい吉田しんちゃんとも一緒に ね、うん、なってみんなね一緒になって、うん、よみがえってまいりましたけどもですね、須賀川の町がね、発展していくことをねお祈り申し上げます。須賀川、だけじゃなくて、まあ、全体的にね良、ね、くなることがいいんですけどもですね、うん、たくさんいい場所とかもたくさんあるしね、美味しいものもたくさんあるしね、あれは柿いちご、え、美味しかったね、美味しかったね、何柿いちご、俺がいないとこで何か食べたな食べたよ何知らなかった、知らないの、柿いちご、柿いちご、利休っていうところね、利休っていうところ の、うん、喫茶店のカフェがあって、うん、そこでだからかき氷なんて、かき氷で普通ほらいちごの蜜をかけたりする、そうじゃなくて、うん、いちごを凍らせ てそれをかき氷にして、スライスしてるね、スライスしてる、そんないいことしてたんだ、そこも美味しかったよそれ食べたくて、やっぱり俺こっち帰ってきたから、うん、かき氷機を買って、うん、でやった、やった、でなかなかもう今生のいちごはもう ね季節じゃないかないから、うん、冷凍いちご もうそれもあんまり売ってなくて、ないよね、すごい探しまくって、で買ってきてやったらやっぱ美味しいね、美味しいんだねあ、そうなんだ、だからなんかやっぱりシンプルなものがね、の普通のものが美味しいっていうかね、そうそう、それがやっぱり人間の生活の中では一番いいよね、いいことだよね、いいことです、そんな贅沢する必要ないもんね、でも鴨つくねそばも美味しかったよ、鴨つくねそば、いろいろ出てくるね、美味しいとこいっぱいあるんだもんだってということでですね、いろいろお世話になりました、はい、先週はね、福島須賀川店なんかプーって言ってる、なんだろう、うん、もうこんな時間になりましたね、あっという間にね、楽しいひとときもあっという間にお伝えしましたけどもですね、また来週お会いいたしましょう、本日の相手は高嶋勝さんと、ありがとうございます、松下さしみさん、ありがとうございます、はい、金尾後ろでお届けしました、また動画のね、キキさんもありがとうございました、あ、大丈夫ですか、大丈夫ねなんか寝落ちしそうだったね、ということでですね、また来週お会いいたしましょう、はい、See you next time. My hometown. 今また生まれ変わるさ。君はうますりがある。
懐かしき友がいる。忘れかけてた思いが体に染み渡る。熱き心が好きさ。Dorito